アメリカで全く新たな戦術の兵器が完成したとの情報をキャッチ。その名はクイックシンクです。今回はこのクイックシンクを詳しく見ていきますね。既存の安価な2000ポンドの無誘導爆弾に誘導装置を後付けで付与、それによって精密誘導兵器に転換させた兵器、画期的だな。かつての太平洋戦争は、大日本帝国海軍の空母機動部隊が、艦載機による航空攻撃を実施し、アメリカのハワイのパールハーバーに、停泊中の同国の太平洋艦隊の戦艦をはじめとする、水上戦戦闘艦に大打撃を与えたことから、始まった戦いだった。そこでは、急降下爆撃機が行った爆弾の投下による攻撃と、雷撃機が行った航空魚雷とによる攻撃が大成功を収め、水上戦闘艦が航空機の攻撃に脆弱であることを世界に知らしめ、大艦巨砲主義の終焉を印象つけた。ただし、当時のこうした追艦攻撃用の爆弾や航空魚雷は、当たり前のことながら無誘導の兵器であるため、敵の水上戦闘艦にそれらを命中させるためには、接近することが必至であり、対空兵装の強化で難易度は増していく。また、こうした敵の対空砲火を回避しつつ、攻撃を成功させるには、急降下爆撃機や雷撃機のパイロットの操縦技能や、兵装使用者の高いネリ度が必須であり、個々人のスキルに攻撃の成功の可否が大きく反映していたとも言えるだろう。ミッドウェー海戦の敗北で、こうした熟達した搭乗者の多くを喪失してしまった日本は、以後、その補充が困難だったことに加え、アメリカ軍艦艇が装備するレーダーの能力向上や、近接信管を使用した砲弾の登場で阻止されていった。そして、こうした太平洋戦争、第二次世界大戦の終了後には、兵器技術の進歩によって、敵水上戦闘艦への自軍の航空機や艦艇からの攻撃はミサイルが主流となり、近年ではその傾向は強まる一方であったと言えよう。そうした中でも一撃で敵の水上戦闘艦を撃沈させられる兵装としては、今やほぼ攻撃型の潜水艦に搭載するのみとなった長魚雷が残り、航空機や水上戦闘艦用にはもっと小型の単魚雷が少数残るのみとなっていた。航空機や水上戦闘艦から運用される単魚雷も主な攻撃対象としているのは敵の潜水艦であり、近年ではこれらの発射母体から水上戦闘艦を一撃で撃沈する威力を持った兵装はほとんどないという状況が続いてきた。そんな中の2022年10月、YouTube の USA ミリタリーチャンネル2というサイトでは、アメリカ空軍の新兵器として航空機から運用されるクイックシンクの画像を公開しており、その絶大な威力が大きな注目を集めている。その YouTube の USA ミリタリーチャンネル2というサイトの画像の中では、航空機から発射されたクイックシンクという兵器が、大型のタンカーや貨物船などの艦艇を一撃で破壊するシーンを確認することができる。ことに、大型のタンカーの場合には、クイックシンクが、その側面に着弾して、それが水中で炸裂すると、大きな水しぶきと同時に、タンカーの船体自体海面から少し持ち上げられ、その衝撃で船体が破断されて、一撃で海へと吸い込まれていく。もう一つの貨物船の場合には、同様に、クイックシンクが側面に着弾、やはり水しぶきが上がり、一撃での沈没は免れたものの、衝撃で、船体が髪型に浮かび、大きく船体を損傷し、即座に航行不能に陥ったことが伺える。ここで、大型タンカーや貨物船を一撃で仕留めたクイックシンクとは、
2000年頃からアメリカ軍で運用が始められている JDAM、ジョイントダイレクトアタックミューニションの一種とされている兵器である。JDAM、ジョイントダイレクトアタックミューニションとは、安価な無誘導爆弾に、管制工法と GPS の2つの方式の誘導装置を後付けで付与し、それらによって、精密誘導兵器に転換させた兵器となっている。この後付けの誘導装置は、500ポンドから2000ポンドまでの複数の形式の無誘導爆弾に装着することが可能であり、これを航空機に搭載して発射する場合、最大でおよそ 28km の射程距離を持つとされている。アメリカ空軍の発表によれば、クイックシンクには2000ポンド爆弾の弾頭が転用されており、その底も、この2000ポンド爆弾は、今日の航空機で運用可能な兵装の中でも、最大規模の部類に位置し、地上の堅牢な構造物への攻撃にも用いられる。こうした威力の大きな2000ポンド無誘導爆弾の弾頭を転用したクイックシンクだが、その大規模な炸裂の威力を、そのまま、艦艇への攻撃に用いるものではなく、それが水中で引き起こす、バブルパルスの力を利用する仕組みである。水中で爆弾等を炸裂させた場合、それによって、水中を伝わる衝撃波が起こり、かつ並行して、その炸裂時に生じたガスが、円形のバブルとなり、一定の大きさまで膨張した後に、急速にしぼむが、そのサイクルを複数回繰り返していく。最終的には炸裂で生じた、このバルブの膨張としぼむ運動は、収斂されて消滅するが、それまでの間に、膨大な力を発現させることから、そのバブルパルスと呼ばれる力を応用した兵器が長魚雷であり、クイックシンクである。今回のクイックシンクと同様に、近年の長魚雷の運用も、このバブルパルスの力を、敵艦艇への攻撃に用いることが主であるため、それらは、敵艦艇に直接命中させるのではなく、船底の下に入り込んで起爆させることを起としている。逆に、言えば、バブルパルスの力を最大限に利用して、一撃で敵艦を撃沈することが可能な兵器は、これまでには、今や、攻撃型の潜水艦が搭載する長魚雷くらいしか存在しなかったわけで、その意味においても、クイックシンクの意義は大きいだろう。また、コストの面に関しても、アメリカ海軍の現在の主力である MK48 超魚雷は、一発あたりおよそ380万ドル、日本円換算でおよそ 5.5 億円とかなり高価であるが、クイックシンクは、およそ3万ドル、日本円換算、およそ435万円、と、非常に安価である。まあ例えば、日本の海上自衛隊の最新鋭のイージス艦タルマヤ型であれば、その建造費は、一隻1700億円以上とも、言われているので、そのコストを鑑みれば、高価な超魚雷といっても、一発で撃沈可能ならば、ソロ版は、十分に見合う計算ではある。アメリカ軍では、このクイックシンクについて、F-15 イーグルの最新のバージョンである、戦闘爆撃機の E 型や、F-16 ファイティングファルコン、そして F-35 ライトニング2等にも搭載することが可能だと述べている。こうしたクイックシンクを運用可能な航空機の種類を聞くと、日本の航空自衛隊が今現在保有、運用中の F-15J イーグル、F-2、F-35 ライトニング 2A 型の3機種ともに、その対応は十分可能と思われ、対艦攻撃能力の向上に期待も高まる。ただし、そもそもの2000ポンド爆弾がかなり大型で重量のある兵器であるため、それを実装した航空機は、かなり、運動性の点で、制限が生じることが予期され、敵の対空ミサイルや、
戦闘機の迎撃に遭遇した場合の危険性は、かなり増加する恐れもある。クイックシンクの射程距離は、およそ 150km 弱と短いことも、それを実装して、攻撃任務に投入するには留意せねばならないポイントであり、強敵には、多くの水上戦闘艦が装備する艦対空ミサイルは、それよりも、射程距離が長い可能性がある。また、クイックシンクは、近接防御火器である、シウス等で撃墜される可能性もあり、ある程度の、こうした防空用の火器を備えた艦艇に対しては、飽和攻撃を仕掛けない限り、その多くが迎撃されてしまうこととなるかもしれない。そうした状況を鑑みれば、現状でのクイックシンクの、最も効果的な使用用途は、対空火器の充実した、水上戦闘艦に対してではなく、比較的防備の薄い輸送艦など、敵の後方支援艦を叩くことが、最も適しているとも考えられる。